はい、こんにちは、僕です。ライアーノーツ続きをやっていきましょう。じゃあ今回もですね、前回未確認だった場所どこだっけな。これはね、確認してなかったと思うんだ。質問77ページ。私を見上げる彼は少し笑っていた。相変わらず何を考えているのか読み取れないが、手錠をかけられた状態で、よくそんな顔ができるものだと思った。本当だ。気づかなかったけど、これ手錠をね、かけられていたんですよね。なぜこんなことをしているのですか？さあ。彼の質問に強制力はなかった。あなたは役に引き込まれている。権力というものは恐ろしいですね。振るう側も振るわれる側も簡単に服従してしまう。でもあなたは何もしないでしょう。私がそう言い放つと、彼は口をつぐみ、困ったと言わんばかりの表情を浮かべた。本当にあなたは昔からそうだった。あなたはその力を使わない。誰かのために、あるいはこの世のために。でも私は戦うことにしたの。未来を変えられないことは十分理解しているけど、少しでも可能性を見出せるのなら、私は精一杯この力を行使する。未来って前に行きましたっけ？まあいや、とりあえず次のページ。一度あなたと共に研究施設を離れたけど、あの子が研究の道具にされるということを知って施設へ戻った。ああ、帰りのことかな。全てを知っていたわけではないし、食い出す方法はいくらでもあったかもしれない。あなたを裏切るような行動をしていること、それは本当に申し訳なく思っている。テロ組織への加担があなたの本意によるものとは思っていません。理由はたくさんあったのでしょう。それを聞くつもりもありません。ここからはね、すでに既読ですね。じゃあさっきの、なんだっけ、ここが埋まりましたね。さっきの未来、じゃあこの未来ね、まだ確認してないと思いますよね。あ、ですね。いや、食べるの楽しみだね。うん。ほら、あなたがそんな風に笑うから、余計にやるせなくなってしまうのだ。あれ？これはね、七瀬ですよね。七瀬とカイリだと思うんだ。でもね、これ緑色っていうことは、あの白髪の女性かな？ただ私は、夢だと願い続けるしかない。あの愛の欠けた母親が、どう長くもないうちに彼を捨てるという未来は。ここまでしかない。27ページ。幸せはもろく。ちょっと待って。どうしたらいいんだ？まだ行けてない場所がありますよね。27には来れましたけど。他にもあるのかな？どこか逃してるんだろうな、多分。と探していきましょうか。ちなみに未来って送っても、さっきの場所に行くだけですよね。何かあるとしたらどこですかね。81とか。テロか。81。これは前でも行きましたよね。テロっていうのは何回か見てますよね。想像以上にひどい事実を突きつけられ。22に帰ってきちゃったな。傷って行きましたっけ？いや、傷を選んでここに来たんだっけな。ここから他には行けないですよね。あ、そうですよね。9ページに戻っちゃったな。困ったな。これわかんないな。地震は最初に選択したよな。あれ、これ見てないな。あれ、これ見てないですよね。冷たい雨が崩れ落ちた建物を揺らす。それは変わり果てた町が涙を流しているようだった。大きな被害を受けたのはこの町だけというが、それにしたって近年稀に見る規模の地震だ。都市の災害予測システムも当てにならない。予測という観点では私のこの力の方がよっぽどマシだろうか。やっぱり何かしらのね、力があるんですね、この人。
瓦礫の山を通り過ぎ、かろうじて形をとどめている建物に近づく。見つけた。そこには膝を抱え身を寄せ合う二人の子供。ここは危ないよ。それに雨で寒いでしょ。安全な場所まで避難しましょう。彼らは無言のまま私を凝視する。弾薬にまみれた人生を歩んでいるような子供たち。うん、ここに繋がるんですね。いや、でもここから先はね、確認してるんですよね。弾薬。ああ、最初に戻ってきちゃった。何があっても世界を守りなさい。わかんないな。どうしたらいいんですかね。大切な人を守る。大切な人って言っても、これはね、エンディングに向かっていってしまうんですよね。わかんないな。本当にわかんない。あと、どこがいけるのかな。いや、選択肢はね、一通り、すべて確認できていると思うんですよね。さっきの地震は逃してましたが。あれ、目を覚ましました。そこは見覚えのある場所でした。ただ、懐かしい景色に安堵を覚えたのは一瞬のことで、そばに立っていた人物を見上げ、思わず背筋が凍りました。七瀬、いよいよ最後の検査です。よくここまで頑張りましたね。あなたは優秀です。だからきっと、今回も問題ないです。あ、73ページ初めて来ましたね。そう言って微笑みかける彼女に対し、いつにも増して恐ろしさを感じました。何を言っているの？あ、ここはね、見ましたよね。突如告げられた最後という言葉に動揺したわけではなかった。待って、一回戻って、73ページ、ここ埋まりましたね。検査から飛んできましたね、今。行ったり来たりをね、今ひたすら繰り返してますね。攻略のヒントっていうものがね、作者さんのホームページにあるんですけど、肝心な場所はね、基本的に反転しないと見えないようになってるんですよね。一部バックログにしか表示されないテキストがあるみたいですね。まず一つ目。追記。カイリは彼女に救いを求めて嘘の回答をした。イレギュラーな反応は問題であるとみなされ、彼は被験体としてリセットされることになった。そして彼が声を出せないというのは、自分の心を伝えないための嘘だったのだ。彼が声を出せない。先生も力を持っていた。他人を思い通りに動かす力をだ。あの時、あなたを救い出すことは難しいと言っていたけれど、その力があっても、難しいことなの。彼女のことだってどうにかできるんじゃないの。これはカイリ、結構ね、カイリの視点で、このバックロング書かれてる気がしますね。彼女は先生に本当のことを伝えず、カイリを救おうとした。彼女とカイリの間にあった、かけがえのないものは消えてしまったけれど、彼女の中の、大切な人を守るという強い気持ちがずっと消えていないのは確かだろう。ここで言う彼女っていうのは、この女性のことだよね。まだわからないことが多いですね。全然ページ埋まってないんですよね。あとは一番最後、今のところ一番最後のページ。きっと私が一番の悪者だ。でも先生、私が守りたいのは、世界ではなく、あなただって、その気持ちに嘘はつけないよ。まあ、これを見たからといって、どこかに行けるわけじゃないんですよね。まだ行けない場所があるんだよな。どうやって今確認できてないページに行くのかが全然わかんないですね。ちょっとね、もしかしてと思って、一回ね、データをすべて削除してみました。どうかな？これで何か変わってくれるかな？あ、そう、前書きっていうものがね、あったんですよね。読み手のあなたへ。
この物語は複雑に作られている。読み進める上で覚えておいてほしいことを教えるね。物語を読んでいくと紫色の文字が出てくる。手始めにここをクリックしてみて。ページ移動。するとこんな感じで別のページに移動する。ちなみに一度開いたページは右のページから読み直すことができる。言葉をたどって新しいページを開いて隠された結末を目指してみて。っていうのがね、ありました。このタイミングでチュートリアル差し込みますね。これね、ここで一番最初に大切な人を、ほら、なんかそんな気がしたんですよ。そうですね。私にとって大切な人です。こんなことってあるだろうか。先生が探しているのはあの人なんでしょう。先生、私そろそろ限界です。でも、今日はもう帰らなきゃ。本当はずっとここにいたい。ぐちゃぐちゃになった思考と感情の中、私が絞り出した言葉はそれでした。恐る恐る先生の方を見ると、いつもと変わらない表情で私を見ていました。いつでもここに来てください。その優しい声と笑顔に安心感を覚えたものの、今はただ別の感情が心を支配していました。視線を落とし、再び口にしたココアが少しだけ冷めているのを感じました。ここまでですね。あ、やっと新しい場所に来ましたよ。でもデータ消してしまったんで、まっさらになってしまったな。ここはね、まだ来たことがない場所。大切な人？じゃあ安心感。先生、こんなところでどうしました？その姿を見て、とてつもない安心感を覚えます。ただ、頭の整理がついていない私は、返す言葉をうまく見つけられませんでした。大丈夫、です。その、帰りを待っていて。どうですか？先生の顔をまっすぐは見れませんでしたが、困ったような表情をしているのはわかりました。ああ、そうだ。遅くなりましたが、誕生日、おめでとうございます。覚えててくれたんですか？忘れるわけないですよ。こちらをどうぞ、カイリ君と一緒に食べてください。それを受け取った途端、こらえていた涙が、咳を切ったように溢れてきました。私、先生の作るお菓子、大好きです。この、黒越しに匂う香りが懐かしくてたまらない。先生の家に遊びに行った時、いつもそれが鳥ぼっちの私を迎えてくれたのだ。あ、ここまでか。いや、全然今まで行けなかった場所に行けてるんですけど。誕生日、おめでとうございます。こちらをどうぞ、私からのプレゼントです。ああ、かわいいお花。これなんて名前ですか？カランコエ、今日の誕生花です。ええ、大事にしますね。私、今日のことずっと忘れません。え、これ誰から？私もです。誰から？人は簡単に大切なものを見失ってしまいます。愛情、道徳感、かけがえのない思い出。追い詰められた状況に立てば余計にね。だからいつでも胸に刻んでおきたいものです。そうですね。こんな経験、先生がいなきゃ絶対にしなかった。連れてきてくれたことを本当に感謝したい。少しの沈黙の後、風が髪を撫でた。そういえば、髪伸びましたね。はい。今伸ばしてるんです。先生はこうじゃない方がいいですか？いえ、とても似合っていますよ。えへへ、ありがとうございます。そんな風に言ってくれるの、先生だけです。ママは、私が他の子と違うから、私のことが嫌いなのかな。先生の優しさに触れる反面、なぜ自分が他の子供たちと同じように生きられないのか、つい考え込んでしまう。今みたいに、私が変なことを言うと、先生を困らせてしまうことは理解していた。だから先生の顔を見るのは少し怖かったけど、そんな不安もすぐに吹き飛んだ。私には
お母さんの考えていることはわかりません。でも、私はずっと、あなたの味方ですよ。ああ、なんて心強くて嬉しい言葉なんだろう。ああ、ここまでか。じゃあね、不安に行きたいんですが、一旦ね、今回もここで終わりにしましょうか。また続きはね、次回やっていきたいと思います。一回データを消したことによって、前回というか、前回まではね、大切な人を選択すると、もう直通でエンディングに向かっていってしまったんですけど、多分本来はこういう形なんですかね。何が原因で発生したのかわからないんですけど、もともとは大切な人を選択しても、エンディングには向かわないっていう感じだったんですかね。ご視聴ありがとうございました。ではまた。